すごく光栄でした、ね。まあ、全人類がやっぱり今そのサステナビリティみたいなことだったりとか環境のことだったりとかやっぱりそういうことにすごくなんだろうな取り組んでいかなきゃいけないっていう本当にみんなが、体感レベルで感じてることだと思うので自分自身もやっぱり学ばさせていただきたいし何かこう一緒に協力し合ってよりこのメッセージみたいなものをこう広げていけることがやっぱり一番の自分ができることなのかなと思っているのですごく嬉しいです。昔から自分が知ってたのは古着の回収、古着の回収は知ってたんですけど私は H&M の服だけを回収すると思ってたら実際はそうじゃなくて本当にどこのブランドの服でも穴が開いてても全部回収してくださると。でそれをリウェア、リユース、リサイクルっていう仕分けをしてくれて環境のためにいいように、使ってもらえる。私もいっぱい着ない服とかやっぱり出てきちゃうのでそれは自分がやりたいなと思いました。このコンシャスラインのお洋服は緑のタグがついてるらしいんですけど私ちょっと今まで存じ上げてなかったんですけど、緑のタグがついてるものは 50% 以上サステイナブルな素材を使っているらしくて、でそれはやっぱり買う人にとっても今どういうものを買うかっていうのはすごく気になることだと思うのですごくいいなと思っていて、革新的な技術とか素材を、みんながアイデアを出してそれを競い合うイノベーションのアワードなんですけど、ワイン工場で使わなくなったグレープの皮でできたグレープレザーとかオレンジを使って、新しい素材を開発していたりとか、なんかそのオレンジの素材でフラガモさんとコラボしたみたいで、だから本当にそこで生まれたものっていうのは H&M さんが独占するってことではなくて本当にファッション業界にこう生かされて、みんながすごくそれを知れる本当にすごくいい機会なので私そのアワードにちょっと遊びに行っていたいなと思ってます。でそのグローバルチェンジアワードで、新しく、開発された技術だったりとか素材を使ってレッドカーペットとかでも着れるような、よりファッションが強いものを私は今回のキャンペーンで着させていただいたんですけどすごくかっこいいです。私個人としてやってることはマイボトルを常に持ち歩くことですね。プラスチックのやっぱりゴミを減らしたいし、あと紙でさえもやっぱりあまり使いたくないのでできるだけ自分でマイボトル、どこでも持ち歩いて、ゴミを減らすような意識をしています。あとはストローも、メタルでできたストローを使っているのでそういうところだったりとか本当に自分ができる、小さいことの積み重ねですけど毎日持続的に使えるものに全部スイッチしています。